勝山市は四方を山々に囲まれた盆地にあります。豊かな水の流れは自然の命を育み、四季折々の素晴らしい風光を作り出してきました。その水の恵みを受けた勝山盆地は米作りから始まり、タバコ栽培、金銀銅の産出、繊維産業への発展と進んでいきます。豊かな水に恵まれた勝山では古来より米作りが盛んでした。水に関する遺産は数多く、勝山大用水をはじめ各集落には水車跡や小図が今も見られます。勝山でタバコ栽培が始まったのは江戸時代。最初はハタバコや刻みタバコを作っていました。政府による製造工場が充実するまで、製造は場外作業担当人が分担し製造に当たっていました。場外工場は上元禄の山岸工場をはじめ5つの工場があり、製造された勝山刻みは別名鬼殺しといわれ、独特の刺激と辛み、その上値段も安かったことから農村や漁村の人々が好んだと言われています。しかし大正2年場外作業担当人制は順次整理されました。また勝山自慢の鬼殺しも年々衰退の中、両切りタバコが好まれ、その原料の黄色種の耕作が奨励されました。ここはかつて良質の銀を産出した堀目銀山の鉱口跡です。中世末期から近代初期にかけて鉱山は勝山の重要産業の一つでした。ここ堀目銀山は幕末の安政6年に幕府の命を受け開かれた鉱山で、廃府置精錬を行い鉱山は大いににぎわいましたが、頻度の良い銀鉱石が年々減少し休鉱になりました。勝山には他に北袋鉱山、細野口鉱山、坂東島鉱山、平泉寺金山があり、よく知られています。しかし、採掘量の減少や鉱毒被害問題が発生し、その後、すべての鉱山は閉鎖に追い込まれました。勝山地方の近代的工業は、金井製紙工業の製紙業と刻みタバコ業が出発点でした。明治5年に政府は群馬県富岡に官営の模範製紙工場を設立しました。この模範製紙工場で製紙技術を学ぼうと、阿諏訪県が受講者を募集し、勝山からは2名が参加しました。明治7年には斎藤治兵衛らにより岸の下に製紙工場を建てて操業を開始し、その2年後には機械24台、男女工員60名の勝山製紙会社を上司三の丸に創立しています。これを皮切りに明治40年には山岸猪之助が抜炭機164台を備えた企業場を創業し、明治43年には勝山慶定合資会社が発足するなど、繊維王国の礎が築かれていきました。
大正に入ると第一次世界大戦の拡大につれて大量生産と品質の向上が求められるようになりました。このために抜胆機の姿は次第に姿を消していき、大正末にはほとんどが力織機に置き換わり動力化が進みました。また大正7年に人権糸が国産化されたことで勝山でも急速に広がり、機屋ブームが起こりました。昭和に入り、動力化や機械化、自動化などが進み、年々幅広い織物製品構成で世界に注目されるようになった勝山の織物は、婦人、紳士、子供服をはじめ、民族衣装、スポーツウェアのほかに特殊な産業資材まで広がりを見せています。繊維王国勝山の名を今後に残していくためには、中国や東南アジアとは違った特殊技術や製品の開発に努めることが求められ、これからも新しい分野への開発が期待されています。産業の遺産は自然遺産や文化遺産と違って、技術革新が進んでいく中で古いものは壊され、消えていったものがほとんどでした。しかし産業遺産は人間の生活や生産活動と密着した面を持っており、その時代の技術や人間の生き方が見えてくるものです。今後は技術革新の陰で廃れていく産業遺産に対しては、自然遺産や文化遺産と同様な姿勢でその保存に取り組み、できれば使われた状態で残していきたいものです。